東照大寺の伝統行事うちわ巻きを前に、今ハート型のうちわ作りが最盛期を迎えています。ハート型の扇の縁に和紙を貼り、うちわが一つ一つ丁寧に作られていきます。東照大寺のうちわ巻きは鎌倉時代に寺の中高の祖角上上人が蚊を殺そうとした弟子を戒めたことから、上人の命日に蚊を払うためのうちわを備えたのが始まりとされます。1月19日からうちわ作りの作業が始まり、今が最盛期。今年はおよそ3500本を作るということです。新型コロナの影響でこの3年うちわ巻きは関係者のみで行われていましたが、今年は4年ぶりに一般の参拝者が先着100人に限り参加できるということです。うちわには病魔退散、疫病退散というような、そういうご利益もあるわけですので、皆さん方にそれを多くの方に取っていただいてですね、ご健康にお買い上げいただきたいなというふうに思います。うちわ巻きは今月19日に行われ、参加券は午前9時から南大門付近で配布されます。